みんなあのね、早々のフリーレンっていうあの声優、フリーレンっていう、まあ、メイン主人公なんやけど、その人の声優とアーニャのね、アーニャちゃんの声優一緒なんですよ。チアが、チアガールちゃん真ん中やろかい、どう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 フリーレンおもろい。え、知ってんの、すっげえ知ってる人おる件についておもろいよね。俺も最新話で見ちゃった、フリーレンさんと普通に。最初マジでヒンメル。てかヒンメルね、岡本さんなんだよ。声優、すごない嬉しかったわ。ええー、と思って。おい、うざ、この勇者、絶対悪役やんと思って、全然思ってたストーリーと全然違った件について、そしてフレアさんが声優をね、調べた時に、なーんとね、フリーレンがね、アーニャちゃんの同じ声優でね、さらにね、岡本さんがね、勇者だったっていうね、恐ろしい、親近感湧いちゃうよね。繋がり何もないけどね。ね、あ、俺好きなのは旦那様かなーってな、みたいな、そういう、言われたことしかないけどね。はい、行くか。うん。フリーレンおすすめよ、マジでみんな。今のやつは見て。おもれえから。こやっちかだな。うん。医者か。なんかこのレベル、なんぼやっけ、俺ら。プリフォン混じってた？芸者ですね、芸者。芸者でした。芸者 VS 医者。はい、行こう、行こう。医者っていうか、医者か。なんか日本でさ、医者の名前っていうか、職業って医者やったっけ、みんな。どう見てもナースだよね。看護師とか、看護婦とかね、なんかやってくれんかな。もう死ぬやんか。ちょっとフォローしようかな。もうフォローしてさ、俺ミスったらもう終わりやからね。救助俺しかいないからね。いいよ、よろしくね。おーい、でかい GM マックス。じゃあ救助行くわ。よろしく。助けに行く。助けに行くよ。いや、じゃあ飛ぼうとしてた。気のせいか。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。医者、医者行け、医者行け、医者行け。医者行け、医者行け。オッケー、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 医者行け、医者行け。嘘、何それ。嘘、何この人、みんなこの人何？みんなこの人何？何この人？みんなこの人何？何この人？終わった件について。はい。チアが救助行けなくなっちゃったな、そうすると。うん。下手っぴやな。うさて、あいつ、旦那様だよって言うてきた人いたね。え、マジで？何それ？どういうことそれ。何それ？すご。え、いつ、え？あいつ、旦那様だよ。キモない？なんか。あ、そういうこと？あの、いつかおったやつか？あいつ？名前なんやっけ？覚えてんの？エリちゃん。すごいね。え？そうなんだ。はいはい、ごめんなー。ごめんちー。違う違う違う、医者うまい、下手くそやな。マジで下手っぴやな、こいつみんな。ごめんちー。マジで下手っぴだよ、みんなこいつ。冗談抜きの下手っぴだよ。いや、まっすぐ行け。やーだー、このやつをどんだけフォローしたらいいねん。うわー、次の板、次の板。解読誰がすんねや。解読する人おらへんかな。チアガール、オッケー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 、チアガール、チアガール、チア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 ガール、チア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 ガール。はい、回復した瞬間殴られる。イロハスさん。え、イロハスって言うんだ。確かに、その時あの、エリちゃんおったもんね。あいつをぶっ倒してたらなったもんね、なんか。なんかね、前茶と悪茶と間違えたやつだもんな。いやー。ジェイランドにおるんや。いやー、全然気づかんかった。
ユルハスよく訓練で見る？いやそうなんだ。ジャリーラはよくやってるもんね。へー。イシちゃん、まっすぐに板の間に行かぬのはなぜ？なぜなぜ？芸者がさ、存在感マックスの時の刹那ってさ、もう鬼没みたいにすごいじゃん。あれを読もうとしたんよ、そう。駆け引きなんだよね。うん。でも、ハンター、なんていうかな、ハンターがさ、板を割った瞬間見て、もうすでにね、もうすぐに次の板に行かないといけないんですよ。解読してくれないと、みんな、チアガール解読せずに、救助に行こうとしてるわ。解読してほしいわ。やだー。あと、医者下手くそやわ、ほんまに。冗談抜きで。冗談抜きで下手くそやわ、この人。瞬間移動でさ、芸者に対してさ、そのまま読まれて、引き返しとかできなかったんかな。チアガール解読するべきだったね。このレベル帯の人って、フォローしたがりなんですよ。そして全くチェイスできないくせに、フォローしたがりなのね、この人たち。うん。来た来た来たー。みんなもう旦那さんもなんもないよ、もう。おい。で、マジシャンもなぜかなんか地下におるしな。あいつ、旦那様よだよ。旦那様だよって、旦那様見れるチャットするのは、いや、その後なんか謝ってたよ、なんか。わあ、やらかしたーみたいなのが言ってたから。まあ、そこまで自作自演しないでしょ、多分。あいつの相方が知らんけどね、ぶっ倒して、割り込みみたいな感じよ。デーガンさん、なんか、みたいな感じよ、今日。ね、デーガンさんの分取られて、俺が赤に切り替えて、そう、倒すやんか。で、それじゃあ、その人の相方、一緒に組んでた人と、あと、イロハスさんもぶっ倒して、あ、すいません、見てなませんでした、って謝ってて。で、その後、あいつ旦那様だみたいな的な感じだったよね。うわ、やらかした、サーセン応援してめーすみたいな感じで言って応援してめーす。応援してへんやろ。よう覚えてるね、すごいな、記憶力すご。テントにおる奴らおもろかったな。やばかったね、テントにおる人たち。みんなほら、この暗号機がラストやで。ね。だから旦那様が選ぶ暗号機ってね、マジでラスト全部そうだよね。暗号機寸止め完了だって。違う。違うに。違うに、花園さん。花園さん、これ違うな。違うね。暗号機寸止め完了はね、絶対信じちゃダメだからね、みんな。さあ今、芸者が取るべき行動は、マジシャンを、釣りまして、その後、飛びます。はい。追われてるみんなはやばい。みんな追われてる。マジシャンも立ち上がった。さあ、寸止め完了と言ってたその暗号機、いかほど最後、これがラストの暗号機？ほら、暗号機寸止め完了じゃねえじゃねえかよ。お前 90% 人員マックス。だからそこでね、やられる陣営マックスだよね。よくないよね。嘘つきじゃん。嘘つきは泥棒の始まりだよ。泥棒は嘘つきの始まりじゃないんだよね、これ。必要条件と十分条件、必要十分条件。なんかあるよね、それ。難しかった。うん。チアガール、ええ感じやん。もうゲート待機してたよ、みんな。やるじゃん、こいつ、ほら。ね、下手くそうんこマンかと思ったら全然大丈夫だったわ。下手くそうんこマン。うん。ガイド。さあ、俺、救助しに行くわ、俺。マジシャン。触りに行く。お触りパーク、サファリパーク。芸者飛んでさ、見たんかな、向こうのゲートを。その後、瞬間移動やもんね。立ち上がりー！OK。俺、救助行くわ。うん。任せろ。任しんしゃい。これ何みんなこれ。花か。もしも花、ただ雨に濡れっていう曲あるよね。この曲ってさ、めちゃくちゃね、中国でね、有名。
さっきの芸者の動きを見て分かる通り、まあ、彼は彼女あのおっちゃんあの芸者はね伏せがないんですよ実は。はいはい、救助しちゃった。うーわみんな俺たち、俺今俺キーキー一発ついてた、俺救助しなかったんかい、やっぱ。うわー板の中にはまって大変な。あ、沈着が、沈着が地をね、沈の皮を挟んだ時と同じぐらいの痛みが。